これは海の生物の中でも
もっとも変わった者たちで、もう田んぼに関してはあらゆる政治家がいろんな話になっていて、手足が八本だけじゃない、もう北極海の最下位にも住んでいて、ありとあらゆるのものが田んぼと海と谷で魚を待っているのは、ああもう大したことなんて、あいつらただ泳いでいるだけなんだろう。そう思いながら俺がどんどんタコになっていくような気がして、タコはなかなか強いの、カニみたいな硬いものも全部食べてしまうんだ。カニといえば、カニといえば、最近いろいろ食べ過ぎて、なかなか腹が大きくなって、今日もこのズボンがなかなかきつい。なんか福井がだいぶきついんだよね。もう福井や福井やって言ってるうちに、俺が思い出すのは福井県、そうだ、日本海のあの福井県、福井県では今実はあの JAXA が宇宙にロケットを打ち上げてる、あの JAXA がかつて航空宇宙技術研究所をやった JAXA が福井県の農地の下に大きな緊急をしていて、何をしているかというと、日本海で取れるあのカニ、カニの甲羅を、カニの甲羅を農地の下にたくさん埋めて、なんとかしてあのカニの甲羅を分解できないか。これは何を考えているかというと、カニの甲羅は N アセチルグルコサミンというのでできていて、あのキテリスナイ、キテリスというやつは N アセチルグルコサミン、それをガタアセチル化してグルコサミンを取るの、グルコサミンを取るの、それは皆さんご存知のせいに、こんなのに僕たちのこの膝のためにできているあのお薬、それで飲んでれば果たして効くのかって、いまだに疑問な、あのグルコサミンを作るために、あの福井の広大な農地の下に、なぜかジャクサが、なぜかジャクサが、4日間取れる大量のカニの甲羅を埋めて、